このジャグっぽいのも良ければ、最初のファーストアクションを見たように、普通のダブルスイッシャーと違ってこう、スライド気味に入るんですよね。いよいよあのウェーブ大会が4月始まります。それの参加賞なんですけど、新シェイプのガツルモデルとなってますというよりも、なんかもうすごいなんかこうバイカー的な格好で決まってるんですけど、こう釣り場なんでこれいらないんです。 TPO がTPO が合ってないような気がするんですけど実は今出勤したばっかりですこれで通勤してます。そうですね、通勤したばっかなんでちょっともう着替える間もなく来てます。これさっきも言われたこう大事らしいです、釣りでそこ空いてるとね、どうしても良くないんですよ。合わせる時とか引っかかっちゃう、うん、っていうことなんで、リールを巻く時とかね、引っかかっちゃう、ちゃんとします。完全 TPO 的なものが合ってないような気がするんですけど、釣り場にこれいたら引きますね。引きますよこれ引くこれこれで竿持ってたら、はい、戻って、ガズル、はい、ガズルって言ったらやっぱこうただ巻き首振り、得意なんですけど、ちょっとその 7g とかで軽いんで、投げづらいっていうのがあるんですけど、こうウッド素材です。ホノキで、2分の1オンスクラス、ちょうどこう手のひらのこのくらいですね。ちょうどいいサイズです。なのでこうベイトで普通に投げれます。2分の1なんで、ガンディーリスティックでも普通に投げれると、まあ、普通のこうただ巻きストップアンドゴーですねとかでもいいですし、小さいボディなんですけど大きいハイアピールのジャークもできます。ちゃんとこうピタッと止まると、すごいいい音出てます。でジャークの時このラインをたるませないようにすればちゃんとこう絡まないと。でこれ首振りメインで使う人はここの絡まるところにチューブつけていただいたり、あとはまあカラマンボつけていただいて、首振りも連発しても絡まないようにっていう工夫できますので、ぜひ使ってみてください。